始まりました。はい、始まりました。中野荒巻の人生スコアい。ーイ。はい、やってみましょう。はい。え司会は、二次三次レモンアップとコーラアップを買ってきた荒巻と。へぇ久しぶりに図書館に行ってきた中野と。おえっと、ベンチャリを買い替えた、ピエール哲香が。えすごっ。やってみましょう。はい。おはへぇ でも高くないですかいや、高いですよね。たうん、そこそこ目直します。うん。なんか、かあれですよね。その、言うて5桁じゃなくて6桁の大台に乗るタイムですよねそ。そうですね。うん、確かに、うん。そう考えるとなんか、<laughs> 直すときけね、けえ感じだなって。うん、迷ったんですけど、まあ、うんうん、10年ぐらい乗せたんで、まあ、買い替えるかないいですね。うんうん、すごい。 <laughs> 原付き使うんですね、車は使わずに原付きって感じなんですか、じゃあ基本はあ原付きですね、まあ、なんか、あのー、埼玉県ってあんまり、僕、埼玉住んでるんですけど、東京から外に向かっていく電車はあるんですけど、ね、横のつながりが全然電車で移動できないでんで、なんかその、近場でいろいろ行きたいときには、小回りの利くほうがいいっていう感じですね。 うん車買ってもいいということは、なんか車置く場所はあるってことなんですかま埼玉県は結構いろいろ、の辺にいっぱいあるんで、すけど東京はちょっと厳しい感じ東京は結構ね、日常使いしないと結構もったいないなるほどね、なるほどね、グミの話します、荒脇さん、ああ、久々にグミ食ったんですよ、グミ、カロリーすごいですね、そうなんだカロリー気にすんだね。 うん、最近ダイエットしてるからカロリー気にするようになっちゃったん、うん、だから2時3時のためにねちょっとこの3 0 0ロカロリーをねあー、うん、無駄に取るつもりでなるほどね、うん、<パ>頑張ってまスパチャのつもりでね、うん、そう、はい、あのね3つ買ったらね1個なんかそのクリアファイルみたいなのもらえるんだけどね 2>, ん2つだけ買って帰ってきたなんで いやークリアファイル、なんかちょっと俺と解釈違いだなって思ってあそうなんだ顔がね。うーん俺、シーシー欲しかったんだけどね、シーシーはこんな小動物みたいな顔せえへんやろっ,っあ<ー> <laughs> どうしてもね、そのそれでもいいから買っとけよというね心の声もあったんだけど、うん、違うものを買ってファンと言えるのかみたいな気分になってしまってね。 個だけ買ってなるほどなるほどねこのタイアップ失敗やうという意思表示でじゃあやってんだそう元の CC のね絵が欲しかったなっい。わかりましたということでじゃあお便りをねやっていこうと思いますわえっと人思考ネーム有浜さんからはい中野さん荒牧さんかっ多分いるであろう手塚さんこんにちははい いますちょっとガサ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 ,ガサねちょっとあそうね。私は最近若干前かっこ90年代から2000年代くらいのアニメにハマったのですが 思思えばあの年代はキャラソン全盛期だったようににいます確かに当時からこのキャラが歌うわけないじゃんなどと言われがちでしたが私は割と本人や作品のイメージに合わないキャラソンでも「このキャラはそういうことを考えちゃう一瞬があるのかも長友こんな力強い歌,う歌声なのかも」<laughs> とあっさり受け入れる方です <laughs> 皆さんは本編に歌が関係ない作品のキャラソンってどうですかということでねありがとうございます いやー、永戸のキャラソン俺も聞いてたからねそうなんだうん力強い歌声なの長戸えいやそうですよあの雪無音窓辺にての話ですよね、多分これあ、なにそのかっこいいタイトルそんなのあるんだかっこいいタイトルでしょうんうんかっこいいから覚えちったよ雪無音窓辺にてへへー雪無音窓辺にてねなそれポエトリーディング始まりそうななんかすごい永戸ゆと雪きをね、多分かっこいいあー、なるほどねなるほど 雪のねさらさらしたその無音を自分のあの喋らない、ねうん、静かさにねかけてんじゃないですか<ー>それが長門んのねあ,のあれですよね市場というかねあ<ー>なんじゃないですかっていうのはちょっと長門君がかわいそうだからもうやりますけど,ど、ね、<laughs> <laughs> あのねこれね確かにねあるんだよねその、うん、まあ当たり前だけど作詞なんかそのさアニソンのさ、うん キャラソンがさ、うん、今の時代ほどさそのあれされてないとかさ、うん、出せるから出しとこうみたいなさ、うん、その作り手の意思みたいなのもやっぱそのファンとして感じてたわけですよそのあ<ー>そんなにキャラの内面を掘ってないだろうなっていう思う,思うような、うん、あのキャラソンもいっぱいあってさ<ー>ただ単純にそのグッズ売るためのグッズとして出してる、うん、その 何だろうえー、っと <laughs> あの <laughs> デカレンジャーウィンナーみたいな感じのあなるほど雑ってこと雑体アップとしてのなんか、うん、そうだねその出せるから出してるその、うん、あの別にそのそれが本当に必要だと思ってるから出さなきゃいけないとかそういうわけではなくそうだよねうん出せるタイミングあるんだったら何でも出しとこうみたいな感じで,で作詞の人もねその多分アニメとか全部見てないで 雪無音窓辺にてがそうだというわけじゃなくてそれは雪無音窓辺にてはむしろちゃんとしてる方だと思うんだけど現代的だなって思う方のキャラソンだよね。ああ、その服読本というかそう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 こういうこともあるかもねっていう感じだったしさ長門さんはさやっぱり劇場を持っているっていう描写もあるわけだしね、やっぱりその、消失とかでねそうだね。 イフ・ナガトとして。イフ・ナガトって、イフではないか、なんだけど、だから、イケムを窓辺にての話じゃないってことを念頭にして、聞いてもらいたいんだけど、まそういうあの雑なねキャラソンもいっぱい作られた、特に90年代とか。まあこのお便りくれたね方とそう言ってるわけだからね、有浜さんも。 今はアイドルソングとかうん、うん、アイドルアニメソングとかがあったりしてそうだ、ね、やっぱりそのどう考えてもその内面をめちゃめちゃ知ってる人とか知ろうと思ってる人がやってるだろうなって曲とかもいっぱい増えてきてるんだけどさ、うん、そう考えるとなんかアイドルアニメがめちゃくちゃ流行ってるというか昔より増えたと思うから、うん、キャラソンはむしろ増えたと言っても過言ではないってことなのかなそういうアイドル そうだと思う。うん、ね実質キャラソン的なものが増えまくってるってことだよね。だから俺が好きなアニメ、うん、プリティシリーズとかは、やっぱりあれですからね、そのキャラソンとしてはもうかなり最高峰の作品なんじゃないかと思う、ねうん、うん、あの質のいいキャラソンがいっぱい作られる。これでねその、まあその、質のいいものがいっぱい作られることによって、あんまり質が良くないというか、その内面にあんまり関わってないだろうなっていう。 キャラソンにも実は価値がね生み出されて、うん、あのこんなに質のいいものが作れる中であえてそういう歌詞のものを作っていないということはなんか意味があるんじゃないかっていうねあのうがちもできるようになったんですよ。ーんうん今このあの豊穣な時代だからこそできるあれで、うん、昔は本当に何もないような時代だったら、うん、あー見てねえんだなって思うだけど終わってたんですけど、うん、<laughs> 今ね逆説的にそのそういうの見たらあ これ逆にアイドルソングっぽくそのキャラの内面に関わらないことによって普遍的な歌そのあのあ普通に売るような、うん、マスに売るような感じの歌を作ってるのかなみたいな、うん、それはなんか結構ねあのラブライブとかの曲とか聞いたりすると、うん、あのなんかこれはこの子たちの気持ちではなくて、うん、アイドルソングとしてのこの歌詞なんだなとか思ったりすることもできるようになって、まあ、確かに そう、これ結構ね、いい感じの、あの好循環だなって思ったりする。なるほどね。感じありますよね。手、うん、塚さんはキャラソンとかって、馴染みあります。どうですかね、まあ九十年代はとにかく、あのアニメのキャラクターに。バンドを組ませる映画。バンドを組ませる。あ、そうなんだ。えー、なんか、人気がなさそうなやつは、絶対トラムにされる。あ、<laughs> なるほど。<laughs> 確かに、そう そう,いう、ねまあ、なんかあれですよねなんかベジータのお料理なんとかみたいなやつとかそうだよねああいうなんか筋肉マンのね <laughs> あれとかねああそう筋肉マンのやつすごいんですよねキャラソン、ねうん、キャラソン結構ちゃんとしてるんですけど、うん、なんか曲によったらあのジロニモのやつとか、うん なぜか俺はけもなく稲荷寿司が好きなんだ千古空蔵って突然言い出すっていうこれねそれね縛りがあってな,、うん、なんでっていう縛りなんだけど、うん、この頃の「キン肉マン」のキャラソンはキャラソン全部歌った後に何かあの特殊なごはん特殊なメニューがとっても大好きなんだっていうアピールをあーあの3秒ぐらいするっていう、ね、<laughs> 縛りがあってあそもそも「キン肉マン」ってなんか牛丼が好きなんでしたっけ ああまあままそういうのはあるんですけど、うん、そういうのと関係ない、その筋肉マンじゃない、うん、全然その飯食わないそうなやつとかも、なんか、オラ、うん、寿司がとか、いなり寿司がとか、なんかラーメンがうんちゃらとかねその,あの作品の中でも特に言及されていないことを出すっていうのがあって、モンゴルマンとかもなんかさちゃんとキャラのイメージに沿った歌を歌った後、うん、最後になんか焼肉100人前いく、ははは。 <laughs> ね、<laughs> これはもう本当に異常なねその筋肉マンだけの異常な文化なぜこ <laughs>、うんなことになったのかもわかんないみたいなのあるんですけどまあそれもね、うん、あのおかしな文化だったとおかしない化。でもねあの「筋肉マン」の作品が持つおおらかさと加わってそういうこともあるかもなみたいなねあの異常なことをねあの認めちゃうファンが認めちゃうみたいなね感じがあってねっなるほど、うん どう考えても何かの力が加わってるだけなんだけどこれはう,うん,なんか多分おそらくそのさ昔のねその子ども向け番組でさあのそういう熟語みたいなのとかさことわざみたいなのいっぱい使って国語教育によくするみたいなさ、うん、のがあったりとかねなかったりとかそういう話もあったけど、うん、そういうイメージなのかなみたいな感じでなるほど、ね、うんあれしたんですけどね今やってる「筋肉マン」でじゃその伏線が回収されたらファン的に熱いですねなんかそのいや熱いけど怖いよね <laughs> 誰もそんななことしてって思ってっっ思いから、ね、<笑><笑>か大会後の打ち上げ、うん、試合終了後の打ち上げで各自が注文するところで伏線回収されているとかだといでもねそういうのねあの今の筋肉もやってないわけじゃないんだよね,ね確か、うん、あのこれはあのまだ読んでない人がいるからあんまり詳しくは言わないんだけど、うんうん、ゲーム版の必殺技が逆輸入されたりとかもある、ね、ああ<ー>うん。 ゲーム版で使われた必殺技をその漫画版の新新筋肉マン、筋肉マン新章の方で使ってたりとかね。ドラクエもそういうのありますもんね、りますありますあります。グランドクロスとかね。ギガブレイクとかね、確かに。ギガブレイク。ギガストラッシュかな。ギガストラッシュか。ギガストラッシュかギガストラッシュになっちゃうとね、確実にあれだから。ギガストラッシュでした。はいはいはい。 もう1つのさ、そのキャラソンの話とは別に、あの後半に書いてあったさ、うん、あのイメージに合わないキャラソンでも、このキャラ、そういうことを考えちゃう一瞬があるのかが、長友、こんな力強い歌声なのかなとあっさり受け入れるみたいなさ、うん、話があったけどさ、うん、これってさ、まあ、昔はそうでもなかったけどさ、うん、今って、そし上げとかさ、うん、そういういろいろなものがあってさ、シナリオの蓄字投入。 が結構あのー、一般化したじゃん、うん、だからさその作品を見てああなるほどねあのー、双葉杏斗ちゃんはこういうキャラクターなのかって思ったらそれを否定するような話が、うん、その投入されてみたいな感じでさうん、うん、っていうの結構あるんだよねそ,のそうだね公式の解釈で一喜一憂してるよねそうそうそうだからこのねキャラソンみたいなのを、うん でさやっぱりその逆にその数が少ないからこそ、うん、その悪目立ちしてしまうところもあるのかなっていう気がする、うん、今はむしろそっちの方がさ主流だよね。そのって思う<そ>けど。 違いますすかかね <laughs> どういういいこことととだろうその今の今はもっっっ慎重になててるってことですかかいや違うあの例えばそのさあのこんな一面あるのかなと思って一喜一憂しち,ちゃうな,な、ね、キャラクってみたいな話だったけどさ今はそのメインの語り口としてそういうものが多いう毎回そのさえまゆってあのプロデューサーさんだけを追ってるわけじゃなかったんだとかさそういう感じになったりするわけじゃない<の> あのんずちゃんってすごい面倒くさくて仕事も面倒くさくて本当にやりたくないと思ってるけどあのとは言うものの本当にし普通に仕事はしちゃって真面目にやる感じだっった、ね、実は有能なんだみたいな天才能なんだみたいなね天才肌なんだみたいなね,、うん、いなね感じになっていくわけじゃないですか、うん、そうだね、うんうん、だからねそのキャラソンみたいなのの語り方ってさすごい逆に現代的だなっていう感じがするうーんそうだね、うん キャラクターのいろんな情報をいろんなコンテンツで少しずつお出しされてそれを楽しんでいるっていうスタイルが結構一般的になってるかもねってことだよね、うん、そうですねそうだねうん、うん、確かにそうかもしれないでもだからこそ結構キャラソンは昔ほど雑に作られてないというか、うん、慎重に作られてるよね,そねその外すにしろしっかり作るにしろ計算の上でおそらく作られているであろうっていうことだよねうん確かにそうやねー なんか俺はよく知らないんだけどさアイドルマスターってあの実際の曲をカバーしてるみたいな文化ってあれはどういう何なんですか,なんかえっ<あ>実際の曲をカバーしてる以上の情報はないあれ,はあれもでもさそのこのアイドルにこの曲をカバーさせますかなるほどみたいな楽しみ方をみんなしてるリクエストみたいなのがあるんだよねファンたちがリクエストしてそうそうそう,そうこの人に歌ってほしいあの ちゃんにチキンライスを歌わせたがるファンの心理バラスメントだよって俺はずっと思ってけどそうだよなそうだた、ね、俺はさ今貧乏人は貧乏だけど歌ってるやつってさ言っ <laughs> てんのかみたいなさ <laughs> 俺,俺はアイドルマスターのファンじゃないからうかすなこと言えないなと思って今口つぐんだけど荒牧さんが言ってくれて今ね、うん、よかったけど、うん、だからね、うん、そ<う>俺はそのパブリックイメージみたいなのってさ ここういういところでね、あるよなってってさそうだ、ね、逆にそのさあの高槻弥生ちゃんにさトイレの神様とかさチキンライス歌わせないんだよな,だよなラブアンドジョイ歌わせてやってくれよって思っちゃうよねまあしその知らぬ一面を見せてくれよ逆にって思っちゃうそうだねまあだからそこもね外すか、うん、あのそのまんまやるかっていうことだよね結局そ,うね、うん、その話はね多分次の県民性の話にも。 繋がってくると思うので次の話に行こうと思うんですけど <laughs>、はい、お便りがね、えー、このお便りは、えー、中野さん荒脇さん手塚さんこんにちは匿名希望のピエール手塚ですということでね<お>ピエール手塚さんからお便りが送られてきたのでフラー本人にル手塚さん読んでもらおうと思うで、はいっす、えー、早速ですが皆さんは県民性についてどう思われますか、はい、僕は昔大阪に住んでいた時期があるのですが、はい、いつの頃からか <laughs> 大阪の人はマクドナルドのことをマックではなく、マクドと呼ぶみたいなことが世の中で言われるようになり、それによって当時、なんとなくマクドと呼んでいたものについて、大阪に住んでいる以上、マクドと呼んだ方がいいというような意味を付与されてしまったように感じました。 えとこのようなもともとは一部のあるあるでしかなかったものが世の中に広まってまた帰ってくる動きの中でいつの間にか規範になり変わっているみたいな現象をなんだか苦々しく思うことがあります例えば、漫画に登場する大阪在住人がマ、えー、クドナルドをマックと呼ぶと大阪の人なのにマックっていうのツッコミが読者からまされそうな気がしていてその想像だけで勝手に腹が立ってきましたそう呼ぶ自由だって、ね、大阪の人だってマックって呼んだっていいだろうと思うからです。うんうん と書いたものの一方で自分の属するそういう県民性的なものに関して危機としてまあ話してしまうこともあり自分の中でいまいち取り扱い方が定まっていませんで人間は属性による決めつけを不快に感じたりしながらも自分から属性に寄せていくことを楽しんだりもするものなのかなと思っているんですが皆さんは自分が属する何かしらの属性に付与された偏見について嫌だなと思ったり逆に寄せていったりしてしまうことはありますでしょうかといううーん俺オタクじゃないから タクじゃないんですか <laughs> すごい,いかよくオタクはさ自分をオタクとしてプライド持ったりさオタクからずれたりう、うん、これだよねこれですうん、うん、まず多分俺の多分結構大きなアイデンティティの一つとしてオタクみたいなのがあって、うん、しかしそのオタクをよけたりねすることもありオタクというものにそのマジになったりすることもあり、ね、そうだねうん何かあるのねうん、うん なんか、やっぱりさ、一くくりできないってことなんだよ。と思う。その、自分の中のオタクっていうのは、その、みんなの抱えてるオタクとちょっと違うよっていうことを、あの、常々ちょっとアピールしていかないといけないって思ってるじゃないですか、みんな。 ならなんだろうなその埼玉県民って言ってもさ、埼玉県民はいっぱいいるよねみたいな感じでさ、で、俺の考えてる埼玉県民は、いや、ちょっとこれ違うな、住んでるとこだもんな、埼玉県民は。<laughs> まあでも、言葉が雑ってことですよね、うん、広すぎるっていうか、そ,そうだね。これだからコミュニティアで出てるやつらはよ、うん、みたいなとこが、ちょっと雑だよとかさ、うんうん、これだからお願いしす。ぎるけど自分も自分でさ、何か,らかしらの定義はしていて、うん、みたいな感じで、その言葉に、 寄せてていいきたと思っんじゃなコミティアだとあれですよね机に特に布も敷かずにそのスピードをバンと置くみたいなバンと置き下を向くっていうそれをやってこそだみたいなこと自分でやってしまったりしても人から「えコミティアたるもの布敷いちゃダメでしょ」みたいなこと言われたらちょっとムカついてくるそうだねムカついてくるそうじゃあ引いてやるよつって何なんでしょうねなんかやっぱり属したい気持ちと その中でもやっぱり属したくないといとうか、うん、俺それ言われたらね金蝋燭の袋ビリビリって破いてね、うん、これがシートだって言ってね<ー>しるほど、うん、でもね俺ねこれねあのいけすかねえって思われることを覚悟して言うんですけど大阪の人がマクドって言うから俺もマクドって呼ぶかって東京でマクドって呼んでましたどういうこと大阪になりたいってこといや,<阪>いやかっけえな違う言葉がって思って。 <laughs> ああ<ー> <laughs> そういういことありまあでも全然違う地方の方言を使ったりするみたいなね。そう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 ,そう。現地の人に怒られるかもしれないですけど。うんだからみんながさウミンチュとか言ってんじゃんその沖縄の人じゃないのに言けど、まあ。言ってねえけど、ね、<laughs> <laughs> 言ってねえかもしれんけど。<laughs> ウミンチュで大喜利すんなやってね <laughs> いうことだかもしれない、ね、<laughs> そうだね。<laughs> 俺そうだねでも俺もなんかツッコミするときに「なんでやねん」とか、うんうん、なんかたまにどっかで関西弁に自分がなってる瞬間あるなって思いますよそのなんか面白いことを言おうとする瞬間に言ってるのかななんか無意識にそうかも、うん、そうだねこれはあのー <laughs> 結構根深い問題だなと思っていて、うん、その真面目な話になるとね、その、うん、なんだ。フィクションを見てるとさ、やっぱり、その、ステレオタイプ的な描写がやっぱりさ、あの、良、うん、くないんじゃないかっていうことは常々言われているわけで、うん、それはそうだって思うんだけど、その、うん、そそでも、キャラクターを立てるっていう時には、結構、なんだろう、 まあ、ステレオタイプって速度だからね、やっぱり。うーん。なんか、キャラクターを立てる作業って実はそういうステレオタイプを利用したりだとか、うん、なんか、なんだろう、偏見を作っちゃったりだとかってこととすごく近い、うん、あの場所の作業だよな、っていうことは思っていて、うん、うーん。なんか、 パターンを利用したりとかねなんかギャップを利用したりとかみんなの中の偏見のイメージとか社会の中にあるそういうイメージ規範みたいなものとかを踏まえた上で乗っかったり外したりとかをやっぱり強化したりとかいろんなことをやっ,ていくやっぱりそのさあの、うん、これはその例えばそのステレオタイプ的なまるじゃないんですよっていうことをやるためにはまずステレオタイプに乗っかるのが一番早いですからね、うん、そっから外すのがあっ違うんだなって分からせるのに、うん、あの一番早い、ね、そう うん、だからそのまあみんながその憎んでる枠組みを利用することがね一番早いっつうかねうん憎んだりもしてるし喜んだりもしてるじゃないですか例えばさっき言った高槻彩生ちゃんとか,か、ね、アイドルマスターなんてそのシンデレラガールズとかソシャゲになってから、うん、それぞれのご当地アイドルみたいなものがやっぱりさ数を出さなきゃってことで出たりで、うん、なんだろうなそういう、えー、とんがったキャラクターがガンガン増えたじゃないですかソシャゲってキャラたくさん出さなきゃいけないから、うんうん、なんかやっぱあのー 京都のまあ別に京都のねアイドルだからすごい闇を言うとかではないんですけどそのなんかなんだろう <laughs> そう嫌、うん、だなその京都キャラ、うん、<laughs> それしかそれしか属性ない京都キャラやだよでも例えば「キュートクールパッション」という分け方だってめちゃくちゃ雑というか、うん、その言ってしまえばステレオタイプを利用したりだとか偏見を助長してたりだとか。 利用してる名はないとは言えないいとと言え思うんですよねキュートクールその他って感じになってないっていう感じするよね。まあね俺,俺は昔からね、うん、そのパッションって属性はないですってことを言ってるんだけど <laughs> パッションっていう属性は嘘なのでっていうそ、うん、いんで、ねうん。パッションのふりをしている人間がいるだけでパッションって属性はないと思いますってことを言ってるんだけど <laughs> まあそうそうだからなんかね結構あのー、自分でもね難しいなと思ってるところなんですよね。でお でもまあそうだねなんかまあでもやっぱりいろんなロマンを提示して相対化していくしかないのかという気はしているんですがなんかその, <laughs> あの眼鏡をかけるかけないみたいな眼鏡っ子にまつわるその。 ありなしとかの話とかも、うん、なんか追いかけっこだし、いたちごっこじゃないですか。なんかその、うん、昔はメガネをかけてるっていうことが、その、さえないことの象徴だったけど、でもそれに対するカウンターとしては、例えばメガネ外したら実は美人だとか、うん、なんかメガネをは、うん、でもそれに対するまたカウンターとしてメガネ外したら美人っていうのはメガネの価値をさ、落としとるやろっていうのが、なんか,かけたまんまの方がむしろエアロがなったりだとか、でもまあそれももうなんか、 オタク振る舞いとして形式化してるだけなんじゃないのみたいなので別に外してようがつけようがええやんとかなんか外し方にもいろんな美しさがあってだなとか何かいろんなさ話になったりしてだからなんかどれか一つがどうだとかじゃなくてやっぱりいろんなロマンをね押し出していってつばぜり合いりの状態に持ち込むしかないのかという気はしていってうーん。 だから大阪なのにマクドとかっていうのもねなんかやっぱり大阪の人なのにマックっていうふうに呼ぶことのうまみというかロマンをなんか誰か,と誰かとかフィクションがもっと語らなきゃいけないんだと思いますよ。確かにまあただののてててて方としてマックって言っ言大阪なのにマック ックっっててていうの言われそのやりりをすることに対するうまい返しというか新たなロマンを提示することによってみんなの中に大阪の人なのにマックっていう方がむしろかっこいいかもしれんなみたいな状況に持ってけってことですよメガネをメガネ議論の追いかけっこと同じようにそういうい味と僕が言ってこれ書いたモチベーションとしてはメガネの議論に近いですネを なんか例えば、ツイッターとかだとそういうのが盛り上がるじゃないですか。メガネを外して美人なんてのをもうみとられないと。オタクたるものなんかメガネをかけてる方がいいのであるべきだっていうのを、なんか多分、結局なんかメガネを外したら美人っていうのと逆のことでなんか同じ圧力がかかってるじゃないですか。い、じゃないかなみたいなあったりして、まあなんかその辺ってやっぱりそのどっちかがいいっていう話ではなくて、まあそれぞれがどういうふうに選択したのかっていう,ような話うよ、ね、やった方がなんか。 窮屈じゃないのない、うん、そうなんですよねやっぱそのために一回どっちもいいよねみたいな、うん、その良さをバランスをね声の大きさを同じぐらいにし,した方がいいなとは思うんですよね。うんうん、そのためにまあできるのは多分フィクションができるのは大阪の人なのにマックっていうことを、うん、いいこととして書くというかね。うん そういうことなんじゃないかという気がします。なんか関西人でもなんかやっぱキャラが立ってる県民性ってありますよね。まあね。あのフィクションの中でそれがつまりキャラが今まで立てられまくってきた県民性ってことなんだけど、その大阪の人だったらお笑いみたいな。お笑いとかあのチャンピオンじゃないけど強豪校じゃないですか。絶対関西の高校って部活で確かにね。多分。 素早かったりなんか乱暴だったりなんか勝ちのためには若干のラフプレーも持参みたいな感じだったりとかすんのかなとかね北海道だったら多分ね厳しい自然の中で育ってからそう体力があるみたいなとかこち亀のなんか大阪編みたいな大阪のあパン美味しいねんのあれあれって大阪の人 というよりは、うん、秋元沢先生の頭の中にある大阪ってこうなんだっていう偏見が出てるってことですか全くリアリティはないんですけど、うん、あ、そうなんだっていう、うん、見せられてるんで、まあ、むしろ面白いみたいな感じです黄金の国ジパングみたいになってじゃん,、うん、なんかあと例えばコナンの服部平次とかは<ー>大阪ってこんなんだよねっていうのを全て優等生的に演じるっていう感じがあってそこまでやるみたいな。 期待通りのね、<ー>ステロタイプを答えてくれる、ね、いやいや大阪からといって、アイスコーヒーのことね、こうって言う人がいると思うみたいな。コテコテやねっていうことだよね。<laughs> そうなんだよね。うん、まあでも、それもやっぱりかっこいいって思う気持ちも否定したくないじゃないですか、うん、もちろん,ん。だから、やっぱそうじゃないかっこよさみたいなものをどれだけ打ち出していけるかってことだと思いますね、うん、そこから逃れるためには。そうじゃなければいけないっていうふうになっちゃうと、なんかやっぱり、なんか変だなっていう感じが。うんうん ちゃううかなっていう感じです、ね、そうなんですよねそうどういうロマンをねロマンという名のステレオタイプという名の偏見をねどれだけ利用したりうん、うん、加担したりなんかそれに対するギャップでまたいいもの出していくかとかそう,、ね、そういうことやっぱ、ね、常に悩めってことだと思いますけどね、うん、言葉には、うん、なんかさ、うん、俺はやってないけど桜革命が今さ四国のなんか、はい、話で,で、ね、なんか その四国の中でもすごい激しいディスり合いみたいなものがなんかあるらしいじゃないですか。<laughs> 四国史が始まってる。三国史ならあそれが始まったんで僕もなんか、<laughs> 四国が舞台になってるゲームって全然ないんですよね <laughs> <laughs>、うん。<laughs> で、同じ世界から出てても、牛はごとくでも、四国になんかそのナンバリングタイトルではあっですし。 ペルソナ5ストライカーズで、ね、全国回ってるのに四国だけスルーされるってたら <laughs> <laughs> やめてんな四国をやめてんなーって思ったら、うん、桜田革命さんはなんかちゃんと一つか <laughs> を作っていやだからやっぱさ手つかずだからむしろあのチャンスだったんじゃないの <laughs>、うん、語られてないっていうことで多分語られてなさすぎてさ、うん、あの悪玉ドライブではさ、うん、あの桃源郷四国みたいな感じになったりさ <laughs> <laughs> 未開のなんかねそう、うん、<laughs> 誰も知らない四国というがある天軸、たらいそう <laughs> 天国があるらしい。そなんか、そういうのがね、なんか、県の話、すごい好きなんですけど、うん、とはいえ、なんか、嫌だなって思うというか、まあ、大阪大阪からで大学に行って、そんで、あの関東で就職したんですけど、うん、なんか、大阪ってこうなんでしょうみたいな感じで、銃でバーンって打ったら、うわってやってくれるんですよ <laughs>、なんか、やらないとまずいかなと思ってやるんですけど、別にやらないんですよ。 なんですけど、なんかそういう、なんか、そうそうなんでしょっていうのが、なんか、あやらないとまずいかなみたいな感じになっちゃう、こう心の回路がね、<れ>なんかすごい、うん、そ,うそれって、なんか本来なかったものがいつの間にかあることになっちゃうみたいな、うんまあ、それはそれで面白いのかもしれないですけど、うん、なんか、あのなんか、その本来なかった文化っていうのがいつの間にか、なんかその、よそで、そうなんでしょになってしまって、その現地の方もそれに変わっちゃうみたいな。 内面化しちゃってね<の>勝手にそういう循環がねなんかあるのがね確かにか不思議だなって感じす、うん、それはやっぱテレビとかメディアとかフィクションの影響がってことなんですかねなんかそういう声の大きいとこがみんなに、うん、まあなんか雑な話し方をやっぱ憎むべきなんじゃないですか今若い女性の間でまるが人気っていう語り口、うん、散々やってるけどまあ絶対嘘だろみたいな感じのさなんか まあなんか,か、ね、なんとか君オタクだからかアルバム見てるんでしょみたいなさ、うん、感じとかそういうあれなんじゃないですかまあね、うん、県民性オタク性みたいなさ A 型だからなんとかとかああ B 型だ,だと思ったみたいなさ、うん、感じとかね,ね、うん、そ B 型だと思ったはさみんながその,あの口を揃えてさ嫌だって言ってくれると思うけどさ、うん それに似たようなことをね、お金してないかいっていう感じはちょっとありませんからね。自ら名乗りたい気持ちもあるんだよね、でもそういうのにね。俺、大型だからよ、みたいな。そうそうそう。いいね、大型は。レアキャラやし。ギャグっぽく。俺、自分はあの自分が一番次男なんでって言いますけどね、言い訳ね。俺も次男だからね。そう、すみません、次男なんで 次男の B 型なんで、すいませんって次男だから甘えてるんですよ俺はってね言うから環境のせいなんでってそうそうそう環境そうをううしたんうすうそ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 ううそ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 うすかそうそじそう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  もうちょっとなんか喋りたいことがあれば、県民性大丈夫ですか手伝大丈夫です。大丈夫ですかわかりました。はい。じゃあ、こんなもんでありがとうございました。はい。お疲れ様です。はい